こんにちは。突然のインスタライブなんですけれども、皆さんお元気ですか？なんとですね、ツイッターでも以前お話ししたんですけれども、ホットケーキマンが無事に買えました。こんにちは。この後16時からちょっと取材なんですけれども、その前にちょっと皆さんと一緒にホットケーキマンを食べることができたらと思います。もう完全に今オフの時間なんですけれども、あれだけねツイートもしていたので、ホットケーキマン食べたいですよね。ということでラスト1個で買ってきました。短い時間ではあるんですけど、ホットケーキマンを食べる時間にしたいと思います。これです。どうですか？甘い香りがしますよ。よく喉を潤してくださいですね。取材前にはしっかり飲み物を取ろうと思います。食レポ練習の成果を見せてください。もうまあね、お仕事じゃないので、ここはもう素の檜山で行きます。ホットケーキのやっぱり匂いがしますね。今からビーズのライブに行くと、あ、いいですね。ライブか、私も最近行けないですけど行きたいなって思いました。今のコメント見てどうですか？このふわふわ感、結構厚みがあるんですよね。うん、この味ですよ。美味しい。うん、ね、これシューカマンって言われてますけど、味がもうスイーツ、美味しい。これファミリーマートさんです。あ、今から期末テスト頑張ってきてください。あさって国試なんです。応援してほしいです。頑張ってください。あさって早いですね。今までの実力を発揮してきてください。メープルシロップだ。美味しい。中がトロトロで、メープルシロップの甘さが口の中に伝わります。中はメープルシロップです。すいません、食べかけで。ちょうどいいです。熱々ってほどでもなく、ちょうどいい温かさです。ね、そろそろ行かないと。ファミリーマートスタッフです。スチーマー受けるとき甘い香りが何とも言えないですよね、と。ね、すごく甘くて、こう自分でホットケーキ作った気分になります。うん、うまっ。うまっ。ひやま。うまっ。なんかちょうどいい甘さなんですよね。甘すぎず程よい甘さ。うん、いや、そろそろ時間だ。ただ黙々とホットケーキマンを食べる時間です。今は本当に短い時間ですけど、報告をしたくて。あ、写真撮るの忘れました。あんだけインスタライブしようと思ってたんですけど、写真撮るの忘れました。これは100点満点中100点の味ですね。あと8分もない。本当だ。なんか皆さんのコメント読んでいたら、ホットケーキマンにホイップクリームとかつけるといいって聞きました。美味しそうですよね。
飲み物は後ほど飲みます。あと3分ぐらい食べたい。うんすごく美味しいですね。うん、仕事で糖分は必須です。ファミチキも入れるといいんですね。うん、食べました。ではまたムーンの時間でお会いしましょう。急でしたがまた後ほどお会いしましょう。では皆さんもお仕事の方いらっしゃいますよね。頑張ってきてください。では失礼します。バイバイ。